こんばんは、仙石堂でしょうでございます。はい、まあ、今回の仙石堂でしょうは、まあ、西郷家の兄弟についてのお話をさせていただきたいなと思います。まあ、大河ドラマ瀬古丼始まりまして、ちっちゃい弟もいっぱいいたと思うんですが、まあ、その弟たちがどうなっていくかというお話になると思います。はい、まずですね、お父さんからいきましょう。お父さんが西郷吉兵衛隆盛と言います。お母さんはマサという名前ですね。で、その2人に男児は4人生まれています。まず長男が、吉之助隆盛、まあ、これが今回の主人公になるわけです。次男が吉次郎隆弘、三男が慎吾、隆興っていいのかな。で、四男が小平隆勝という4人の男児が生まれています。で、まあ、4人の男子が生まれるには生まれるんですが、まあ、三男の鶴道柔道以外は、全員、まあ、何らかの戦役で戦死を遂げる形になります。まあね、西郷隆盛については今回はちょっと割愛をしたいと思います。まず次男の吉次郎隆弘から、触れていきたいなと思います。まず次男の吉次郎なんですが、西郷隆盛自体、吉之助自体が江戸にいることが多かったということで、まあ、それに代わり、西郷家の家政を取り仕切るような役割を担っていたようです。ただですね、この吉次郎自体は、戊辰戦争で、新潟かな、新潟戦争でしたっけで、戦死をされています。ただですね、この吉次郎も結構すごい人みたいで、東郷平八郎に習字のを教えたということで、東郷平八郎の習字の先生が、西郷隆盛の弟吉次郎だということですね。これなかなかびっくりな、ところです。まあ、続いて、四男いきましょうか。四男の小平隆勝になるんですが、まあ、漢字自体は小平とか小平とか、まあ、ちょっとこの辺出しておきますが、こんな感じで書くようです。で、性格が最も西郷隆盛に似ていたとされるのがこの四男の小平です。で、この四男の小平なんですが、隆盛に従って西南戦争に出ています。西南戦争では薩軍第一大隊第一小隊長を務め、西南戦争で戦死をします。で、すごい可愛がってたようで、隆盛自体がこの小平の、戦死を聞いた西郷隆盛は号泣したというふうに伝わっています。そして西郷兄弟の中で最も有名なのがこの三男の西郷柔道でじゃないでしょうか。大河ドラマ中では柔道で出てまして、自分も結構昔から継ぐ道だと思ってたんですが、どうも正式には柔道というのが正式な名称のようです。高浮でもなくてですね、どうも流行というような感じです。ただ、まあ、意味名なので通称は慎吾、西郷慎吾というのが通称のようですね。で、この西郷柔道なんですが、海軍軍人として初の海軍元帥に昇進するのが西郷柔道です。また西南戦争の際に西郷隆盛の戦死を明治天皇に伝えるのも西郷柔道の役割になるわけです。まあ、お兄さんの戦死を、明治天皇に乱が収まりましたというような報告をしたということです。ただですね、以前の動画でも挙げたと思うんですけど、西郷隆盛っていうのがもともと西郷高長っていう、名前で、西郷隆盛にどうしてなったかというような、動画を挙げたと思うんですが、まあ、リンク下に貼っておきますのでそちらをご覧ください。この西郷柔道も同じような目にあってですね、もう兄弟揃って悲惨というかですね、こちらの西郷柔道も太政官に登録する際に西郷流行として、口では言ってたようなんですが、まあドラマ見ててもですねお分かりいただけるように薩摩訛りがひどいということで、登録する人が流行をどう聞き間違えたか柔道と聞いてしまって、柔道で登録してしまったと。で、まあ本人意に介せず、まあそのまま結局柔道で押し通してしまうっていう、まあなかなか面白い、これも面白いエピソードだと思うんですけど、最後、もともとは柔道ではなく流行だったと。まあ薩摩弁で柔道っていうと
逆だ、薩摩弁で流行って言うと、聞いてる方は柔道と聞こえるみたいですね。はい、ということで、まあ、最後兄弟、高森以外の3人ですねが、まあ、どうなっていくかという話を今回はさせていただきました。まあ、劇中でもね絶対出てくる3人ではありますので、まあ、ストーリー自体がどのように展開していくか、楽しみに見てみたいと思います。ということで今宵のどうでしょうはこれまででございます。